Keep it simple, keep it sweet. Here's a line I heard somewhere. Feel the ground under your feet. It can take you anywhere.こちらがターミナルです。この中で乗船受付します。乗船します。大観丸という船やな。ちっちゃめやな。さよなら北海道。はい、小さいですね。小さめだ。新潟。新潟からな。でかかったのに。まあ1時間半だけやからな、多分。青森大間までは。近いです。近いです。乗船。乗船完了。完了。カツゲン持ってる。ラストカツゲン。今回はスタンダード席。よくある。よくある雑魚寝スペースね。もう1時間半とかかな。家から北海道出ます。はい。ありがとうございました北海道。2ヶ月弱。そうやな。大満喫させていただきました。うん、ちょっとな、道南の方は回れなかったけど、そうそう、また必ず北海道は来たいと思ってるので、なその時に置いておきたいと思います。再度リベンジします、うん、いつの日か。明日からな、緊急事態宣言になるんかな。そう、だからギリギリ間に合った。ギリギリ昨日と一昨日で500キロぐらいな運転して帯広にいたんで、うん、帯広から高速を使って函館の方までめっちゃ遠かったよね。だって高速使って5時間以上やからな、うん、結構遠い距離を頑張りました。飛ばして次からは、うん、青森編になります、はい、函館からフェリーに乗って大間に、うん、大間に行きます、はい、函館から青森に入るのは大間行きの他に普通に青森港に入るやつがあるんですけど、うんうん、今回は大間行き、はい、近いねんな距離、大間の方が、うん、でちょっと安い。そうそう、値段も近くて安いから、うん、私大間にも行ってみたかったので私たちはこれを選びました。一応なんか苫小牧から八戸行きとか、うんうん、そういうのも出てたな、うん、本州最北端か大間は。なんかマグロが有名。そう、あ、大間のマグロ、まあ、せっかくなんで大間のマグロは食べたいなと思ってます、うん、出港、北海道さよなら。大間といえばマグロ。美味しそう。早かったな。とりあえず大間着いたらどうする？お昼ご飯行く、はい、マグロかね、うん、マグロ食べれるところに行ってみたいと思います。酔ってる。酔い止めのもの忘れた。確かに結構揺れてたな、うん、1時間半やけど、まあ、ちっちゃいからちゃう、ね、確かに船がちょっと気持ち悪い。もうやめとき、マグロ食べんの。え、代わりに食べたるわ。としても直さないと。青森県初めてやからな。青森楽しみや。まだ情報がな、全然ないからあれやけど。そうそうそう。わー、おー、上陸。オッケー、やったー。おー、まぶしい。おー、あ、出てる。上陸しました。来ました。おー、東北突入。まだ東北感が分からんけどとりあえず、うん、モニュメント。そう、なんかマグロのな、うん、一本釣りのモニュメントがあって、そこに行ってみたいと思います、はい、でそこの近くにな、あのマグロの直売所があるみたいやから、うんうんうん、マグロ買って、うん、なんかお店食べてもいいやけど結構高いからな。そうそうそう、直売所も値段見てみて、そうやな、検討しよう。高級なんよな、大間のマグロって。何やったっけ、黒いダイヤやっけ。黒いダイヤモンド。
大間のマグロ一本釣りするんやろ、なんか史上最高値が3億なんぼとかやると思うな。だから一本釣りやからさ、1日に何本もこう釣れるわけじゃないやん。釣れへん時もあるもんな、多分。だからめちゃくちゃでかいやつ釣れたらもうすごい一攫千金やな、なんか。大間崎の駐車場に到着しました。あったな、ちゃんと、うん、なんかこっち芝生の、そう、ここがテントサイトって書いてて無料なんやな。うん、無料キャンプ場みたいになってる。結構風がやっぱり風あるわ、先やから強いけど。あの建物が何、炊事塔とかかな。あれちゃん炊事塔な。ほんまや、なんか大きい。でも芝生やしいいな。なあ、風がなければ。風が強いけど。で、こちらは炊事場キッチンって書いてた。バスコン。え？え？お前。そう、なんか食べれるとこある。あ、ほんまや。食べるとこあるで。え、すごいな。な。なんやろ。釣りとかして。ああ、そうかな。さばけるように。なんかシンクとかもな、そんな感じちゃうこれ。あ、なんかガスコンロもお金かかるから使える。あ、ほんまや。お金で火つくようになってる。すごい。ほんまやな。すごいやん。こっち調理してよ、そしたら。うん、しかも中やからな、風の影響ないし、ちゃんと公衆トイレもあって、なんか綺麗そうやな、この辺。多分漁師さんがやってるのか分からんけど、店がな、いっぱいある。レストハウスがあって、その横にあるわ、モニュメント。面白い。なんかでも思ってたよりちっちゃい。そうやな、ちっちゃい。もっとめっちゃでかいやつ思ってた。下北半島国定公園。おお。あれ北海道？あ、でもあれか、来た方向かな。北海道見えてる。来ました。これがマグロ一本釣りのモニュメント。風が強い。風やばい。本州最北端。風強い。マグロに乗る女。いいから乗ってもいいらしい。なあ。乗っていいらしい。直売所行ってみる？うん。髪の毛。ここに大満足っていう食事もできるんかな。一応なんかここも直売所って書いてたけどな。売ってるんかな。ちょっと入ってみようか。ここは直売はなかったな。なんか一応してる、してるはいる。そう、一応なんかお持ち帰りはできたけど。うんうん、直売所という感じではなくて、ほんまレストラン、うんうん、食べるとこって感じだった。ちょっと探してみるか。うん、なんていうかちょっと。ちょっとなんか思ったような直売所がなかったんで、うん。なかったな。なんかちょっと閉まってる店とかも結構、うんうん、あった。多かったんで、ちょっと違うところ。うん、なんか車で5分ぐらい行ったところに直売所がありそうやったんで、うんうん、ちょっと見に行ってみます。はい。大多田さん。大多田さん。ゴーチュー。株式会社。直売店。サクッとこの切り落としっていうのがお得やな。うん、ここにある赤身と中落ちと中トロ、中トロ、中トロと中落ちを買いました。買いました。購入しました。高級や、言うても中落ちと中トロ、やったー。中トロが2500円、中落ちが2000円。でもさっきのとこ 100g で1500円とかやったから、そう、あの大満足な、まあお得やな、うん、これは若干冷凍されてるな。な、楽しみ。解凍して食べよう。はい。特売所の近くにスーパーファミリーマート佐藤大間店ファミマあったこれファミマのあんな見たことないここにも売っててんな、マグロ。そう、マグロ売ってて、赤身が売ってて、でちょうど赤身だけ買ってなかったから、な、お手頃価格だったんで赤身も買いたしました。買いたしました。で、解凍にちょっと時間がかかるからな、夜ご飯にしたいと思います。はい。で、一旦さっきのちょっとテントサイトの炊事場を使って、うん、解凍作業だけ、うん、準備します。帰ってきました。調理セットを持って炊事棟へ。さっき買ったマグロは解凍が必要なんで、うん、まあ、ここで解凍処理をして晩ご飯にしようと思います。はい、なんかどうやら塩水、うん、50度で 5% の塩水につけて、その後キッチンペーパーで拭いて冷蔵庫で保存したらいいらしい。な、しばらく
調理台があるのでここで解凍していきます、はい、いきます。中トロ、うわ固まってる、ドボンドボン、見つかりきらない1分ちょっとぐらいぐらい、ちょっとな、なんか塩水につけたらこの表面が綺麗になるらしい、うん、1分半ぐらいやったかな、うん、結構引き上げます、色がいい感じに、これをまあキッチンペーパーでくるんで、また冷蔵庫ですがないんでクーラーボックスに入れます。お昼ご飯を食べ終わりまして、はい、もうちょっとここは出ようと思います、うん、風強いしな、うん、仏ヶ浦っていう、うんうん、なんか奇岩、変わった岩のスポットが海沿いにあるらしくて、ここから1時間ぐらいかかるんですけど、むつ市の方に向かっていこうと思ってるんですが、なんか今通行止め、土砂崩れの影響で、もともとそのむつ市というとこまでは、うん、1時間1時間ぐらいで行けるんですけど、なんかその道が土砂災害とかでちょっと通行止めになってて、迂回ルートがあって、うんうん、まあ、それが1時間40分ぐらいだったかな、そうそう、でなんかそっち側の方どうせ行くなら行ってみようかなということで、うん、とりあえず南下していきます、はい、かな、でもなんか下にもあるけど、とりあえずここ止めてみて下にも降りれんかもしれんけど、すごっ、着きました、仏ヶ浦駐車帯、なんかいっぱいある、なんかちょっとまだ山の上やから下に見下ろす感じなんかなとは思うんやけど、ここになんか展望台っぽいのがあるから、もうちょっと先にもしかしたら近づけるんかな、うん、とりあえずこれ上から見るとこなのか、誰もいない、てかこの道ほとんど車走ってなかった誰もおらん、誰ともすれ違わんかったけどあ、見れる、あ、うん、おおすごい、この隙間から、ポコポコ鳴ってるな、あれが仏ヶ浦、仏ヶ浦綺麗やな、綺麗、展望台でこの下に P があって、ここ多分歩けるんや、はいはいはい、じゃあ近づけるんや、うん、もう2キロ先に多分ある、うん、降りていけるとこ、結構降りていく感じやな、な、仏ヶ浦の方の駐車場にやってきました、はい、あれ、までなあ、手叩いていいかな、また学んだことを生かして、すごいで、でも約10本やってる、え、結構歩くの、まあ、あの上から見えた仏ヶ浦の海岸のとこまで行けんかな、なあ、10分、帰り16分、5回登りやで、頑張るしかない、でもここまで来たからにはせっかくやしなすごい道やで、森の中をなんか木も覆いかぶさってきてるやん、自然のトンネル、ここに 200m まで来ました、結構下ってきてるで、な、帰りバリしんどい、な、帰りはやばい、階段をずっと降りてきて結構な下った、うん、めっちゃ暑い、もう半袖やったな、大森暑い、うわなんかある、え、めっちゃ綺麗や、おおおすごい、おおすげえ、眩しい、夕日綺麗そう、すごいな、かっこいい岩、すごい、なんか下に降りたら綺麗な遊歩道が整備されてる、新しそうやな、ここ、うおー、でかすごい、白い白い、うわすごい、すごい、めっちゃすごいな、あ、面白い、おお。どこにトイレ、トイレ、トイレこっちにある、どこに作ってるの、やばくない、あ、登っていったところにあるね、わ、すごい、白崎海洋公園みたい、なんか白い、おお、岩肌があっちも、思ってたよりすごいやん、思ってたよりで、なんかフラット立ち寄ろうと思ったスポットやけどな、全然めっちゃすごい、こんな海の近くやし、な、岩場がすごいし、なんかちょっと白っていうか水色な、水色っぽい色の土やな、夕日スポットやな、多分、ほんまやな、綺麗そう、今
あそこら辺で傾いてきてるから。でかい岩。なんやこれ。これこの巨大岩はなんや。上から落ちたんかな。え、そこ行けるで。すご。うわすご。こっち側に行ける。おお。おお、すごいすごい、囲まれてる。でかっ。なんかこれ形になってるやん、見て。カタツムリみたい。ほんまや。なんか名前ついてそう。ヤドカリーバ。え、でかっ。すごいやん。すごくない？囲まれてんで、でもほんまに。すごくないここ。すごい。なんなんやろここ。おもろ。脆いぞここは。周りに囲まれたなあ、すごい。こんなとこあんまないで。ないよな、こんな巨大な白い岩に囲まれるスポット。なんかあんま調べてなかったけどな、うん、フェリーターミナルにこの写真あってん。ここなんか調べても奇岩としか出てこへんかったけど、来てみたらすごかったな。すごかった。結構スケールがでかかった。がっかりスポットの逆やった。なんて言うやろ、なんて言うやろな、びっくりスポット戻んの辛いけど。ほんまや、戻んのはがっかりや。頑張って戻ります。はい、暑い。めっちゃ汗かいたな。帰り大変やった。暑いし。青森ってこんな汗かくと思ってなかったわ。半袖でよかった、まあ、でもいい景色が、うん、見れました。よかったな、めっちゃ、うん、今からは、はい、むつ市の方に戻って、まあ、今日は車中泊するって感じです、はい、夜は昼買った、うん、マグロを食べたいと思います。忘れてた、ちょっと楽しみ。むつ市内に到着しました。本日のお宿はちょっと遠いから見えへんけど、むつ矢立温泉というところに来ました。はい、なんかここは100円で1人100円で車中泊できて、うん、なあ、なんか自炊場、一応炊事場があれ炊事場やったな、うん、あってキャンプ場もあんねんな。キャンプ場もある。だから洗い物とかできる感じの。ここはなんか普通に駐車場の端っこなんですけど、うん、そこでまあ1人100円で、はい、炊事場付きでできると、はい、でお風呂もここにあるから、そうそう、お風呂も入れると。お風呂は、ね、別料金で450円なんですけど、うん、はい、まあ、今日はここで車中泊します。マグロの用意を。わあ、マグロめっちゃある。マグロ尽くし。中落ちと中トロと、これはスーパーで買い足した赤身。めっちゃ美味しそう。これをマグロ丼にします。めっちゃ豪華やな。だって5000円するで、このマグロ。でもお店で食べたらこんな量はないで。なマグロ丼、マグロ丼、丼すげえ。めっちゃ豪華。まだ余ってるし。まだあるもんな。すごい。いただきます。いただきます。おいしそう。完成。いただきます。いただきます。すごい、ベリーゴージャス。やばいな、これは。お店の2500円は超えてるよ。超えてる超えてる。まだ余ってるぐらいからな。そう、やばい。しかも中東がいっぱいやから。赤身も食べれてよかった。なんか赤身はお姉さんにな、うん、お店のどこでも買えるからって言って、そうそう、あえて赤身を買わんかったんやけど、ほんまにスーパーに売ってたから。ちょっとな、レードレから食べよう。まずじゃあ赤身から。赤身やな、うまっ。もううまい。うまっ。うわ、スーパーのマグロのレベル超えてんな、うん、普通にも赤身でもうまい。うん、え、おいしい。うまっ。中落ち食べよう。中落ちが好きって言ってたな、うん、お姉さんは。そう、お店のお姉さんは。うわっ、うまい。中落ちうまっ。ん、あ、うまく解凍できてる気がする。おいしい。うまっ、めっちゃうまっ。ん、めっちゃうまっ。やばいな、味濃いな、中落ち、うん、しっかり中トロ。うまっ。どう？うわ、贅沢すぎ。うまっ。おー、ママグロ最高。やば、めっちゃ美味しいな。やばいです、普通。え、これはめちゃくちゃうまい。高いだけあるよ。うん、なんか高い理由わかるわ。うんうん、筆舌に尽くしがたいね。なんか、頭いいこと言い出した。何ね、その言葉。筆舌に尽くしがたいね。そうなんや、そうやって言うんや。うん、言ってみて。筆舌に尽くしがたいね。そうそうそう。そういう意味？そんなの通りです。言葉にならないみたいな。そう。うん。うま。何が違うんやろ、今までのマグロと。なんか味濃くない？味が濃い。
味濃いよな、うん、ほんまはだから9月から10月とかがいいんかな、うん、旬やと思うんやけど、うん、一応また8月やからな、ちょっと早くはあると思うんやけど、お姉さんが中落ち好きって言った意味めっちゃわかる、うん、めっちゃ美味しい中落ち、美味しいな、最高、うん、最強の車中飯です。和歌山で食べたマグロも、うん、めっちゃ美味しかった、美味しかったけど無人販売所で、あでも同じように丼にして食べたけど、うん、贅沢しすぎてるな。でもお店で食べること思ったらそうそう、なんか3食と4000円とか書いてたし、それよりは安いよね、うん、量も多いし、量めっちゃ多いで買ってよかった、うん、ほんまにちょっと高いか迷ったけどな、せっかくやしな、うん、大間まで行くこともう人生でちょっとないかもしれん、うん、中落ちはなんか骨に近いところって言ったよな、うんうん、それをスプーンでこうすくっていくみたいな、うんうん、なんか赤身とかより味が濃いって言ってたよな、うん、確かに濃い、これがだから東京とかに行ったらな、もう、うん、とんでもない値段に、確かに実際やっぱ柵で売ってるのは高かったよな、高かった、中トロ6500円とかな、これは切り落としやから安かったけど、うんうん、買い得やったな。自分で食べるなら全然切り落としでも美味しいですよって教えていただいたんで、ごちそうさまでした。美味しかった。めっちゃうまかった、ほんまに。結構量はあったけど、うん、一瞬で食べた。お腹いっぱいでも。北海道出たからまあそんなに外食もまあな。うんうん、やっぱ北海道美味しいもん多すぎて外食の機会も多かったし、うん、あとゴミが捨てられへんっていう問題もあったから、そうそうそう、結構外食中心にな回ってたから。太り気味やったな、うん、ちょっとツヤいいもんな、肌とか結構プリプリしてる、うん、からちょっとここからはね、まあ、美味しいものは食べるけど前に戻るって感じかな、北海道の自炊中心にやっていきたいと思います、うん、はい、なのでここからは、うん、東北の旅になります、うん、とりあえず青森やな、うん、その後はまだちょっと決めてないけど、うん、秋田に行くかな多分、そうやな、うん、ちょっと東北がな結構回り方、うんうん、まだ迷ってるけど、結構縦にな、うん、長いから回り方考えていかないと、行きたい場所を整理して、うん、感じですかね、はい、そんな感じです、はい、ということで、はい、ご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ、バイバーイ。